あーみたいな、なんか それはそれで楽しめるみたいな、そういう能力ですか？セレンディピティと言いますって書いてある。それはセレンディピティじゃないけど、そうですか。自分で私は運がいい、人生会長と本気で思えている人は、今目の前で起きていることを楽しめて面白がれる人です。計画した未来ではなく、現在の起きた出来事の中に幸せや新しい価値を発見する能力を持っているとも言えます。そういう能力や感覚のことをセレンディピティと言います。違う気がするけど、まあいいよ。まあ、でも言おうとしてることは分かる、はい、まあ、要するに考え、結構だから考えすぎてどんどんこう視野が狭くなってっちゃってる人に対しての、バンブさんって この今お仕事されてるのは、はい、そういうこう未来のことを考えずに関わってきて、たまたまここにたどり着いたのか、それとも考え、未来を考えてやっぱりみんな考えてる。いや、運がいいんですよ、この人が。それは未来を考えてるってことよね。いや、でも運もあるじゃん。努力してるよ。あ、それもそうですけど、それもそうですけど、なんかこれはちょっと短期的なことじゃないです。いや、だからやっぱこう自分を認められない人が、私はこうあるべきだにとらわれすぎて苦しんでるってことかな。あ、うん、多分ね、基本的にダメンズ好きで、ダメンズを渡り歩いてる人に何か呼びかけてる、そういう人未来考えてなさそうだよね。そうです、逆に考えたら確かに、確かに、そうそうそう、もうちょっと考えたら、もしかしたら選ばないのって思うけど、目先の未来しか考えてない人じゃないですか。自己授与できるようになるためのかな。なんで未来を忘れると自己授与できるのか。だからこうあるべきだっていうのは未来像で、うん、私はここでこうあるべきだになっていないから、うん、私には価値がないとか、そういう感じかな。ああ、なるほど。そうですね。それができないと、もし未来に立てた予定ができないと、そうそう、ずっとそれがなんか自分の家庭じゃなくて、クリスマスにも彼氏ができない私みたいな。ああ、どうしようどうしよう。うん、でも別にいいじゃんっていう。うんうん。それ未来によって違うな。そうです、人生設計っていう意味での未来ではない、ね、はい、ね、ここは。だ、三村さんなんかあんまり企画考えずにうまくいってそうに見えるけどね、あの人は。でもその未来なんて考えずに生きて三村ひとしさんがうまくいってるかっていうと、慶応出てるからっていうのがあるね。未来を考えてくれた母親いたからだよ。バックボーンが違うよっていう。もともとの、確かにあなたは考えてないけど、親は考えてたよ。そこまで考えてたから、あなたは考えなくても済んでるよ。いや、むしろなんか結構親のこととか書いてるけど、うん、その自分がこういうこと、こういう職業になったことに対して親は反対しなかったんですかね。そういうことは書いてない。書いてないですよね。いや、多分ね、親は絶対この自分のことも、自分のことを意識して親のこと書いてると思いますけどね、この本は。僕もそうだったってことが入ってると思いますけどね。ああ、そっか、自分がこういうふうな、なんか厳しい家庭で育ったからこういう道行っちゃったんだよみたいなこと、とかね、うん、やりちんにね、なっちゃう。なんか親のせいにして逃げたよ。いや、あると思う。親の影響は多分にあるとは思いますけど、結局は自分の選択ですよ。ああ、そこも、そうね、結局は自分、うん、まあ、次行きましょうか。はい、はい、1個目があれだ、感情は考えないで感じきる、で次がするのが嬉しいことだけをする、で次が自分の未来を忘れてみる、次女らしさで悩まない、4番目が女らしさで悩まない。うん、だからまあ結局全体的にこう勝手に自分を当てはめちゃうって苦しい、そうだからそれやめたらっていうことなんで、ね、完全な何か、234は完全な何かがあって、うん、そこに向かうことをやめろってことです。そうですね、女らしくすることは別に男に媚びることでも、あなたらしくなくなることでもありません。あ、うん、確かにそのなんか男性を敵っぽくあの話してるツイッターとかいますよね、主とかね、うん、だからなんか例えば女性専用車両に男がいたとか、いやそれは良くないよ、良くないことだし僕もそのことしないし反対だけど、そういうことばかりをつぶやいてる人が いて、うん、なんかいるじゃん、うん、それにこだわってる人と苦しむなと思う、うん、敵でもなく意識しすぎてるというか、そうそうそう、
そのなんだろう、ちょっと女性らしくって言ったらあれですけど、なんかぶりっ子が嫌いな女性っているじゃないですか。うん、あれ私だと思ったでしょ。なんで分かった？そう、でも別にそのそこなんかこう結局そのなんで嫌いかっていうのを突き詰めて聞いてみると、多分自分と自分にないものを持ってたりとか、うん、あと自分と競争相手になりそうだったりとかっていう意識が多分あると思うんですよ、うん、別に嫌いなら嫌いでいいけど、そのなんだろう、わざわざ嫌いっていう必要ないというか。確かに、多分職場にいるんですよ、職場に。その人の職場にぶりっ子みたいなのがしていて、私たちには存在に扱うのに、はいはい、かっこいい人が現れるとすごくこびたような感じになるんで、うん、ムカつくと言ってそう。うん、そうですか。でもまあそれはそれでありだと思うよね。うん、なんかわざわざその、うん、意識してることが逆になんかこう、うんうん、そうね、自分を良くない方向に、うんうん、女性らしさに悩まないというのは、女性らしくない人もそうだし、女性らしくありたいと思うけどできない人もそうなんですかね。まあこだわるなっつうことですか、ね、こうあるべきとかこうじゃないといけないとかっていうのは苦しむよってことじゃない、ね、逆に女女してるの見ててムカつくとかもまあかえって意識してるっていうことになるわけですね。わかります。女性らしさがどういうことに、なんかね、肉じゃが作れない私は女らしくない、女らしくないから結婚できない、あ結構ネガティブですよね、さっきから出てくる女性、ね、肉じゃが作れないだけで女らしくない食わなきゃいいよそんなのいや食わなきゃいいよ、男性のために作ってるんだろう、ね、男性も食わなきゃいいのよ。いや、うん、急にあ、まあまあ、そんな乱暴な理論すいませんごめんなさい。でも女性らしさって言ったらこのバンプバイアトレードの、ね、どちらかというとその女性らしさの 美の部分を提供する場所なので、はい、その一部は女性らしさの一部ですけど、ですよ、ね、そこはあの積極的に、うん、あの幸せになるための一つ の、 なんですか、ね、あの手段としてこれだけの価値がありますよっていうのは、まあ、歌い続けてはいるんですけど、うん、その髪の毛がちょっと変わっただけで何かが変わる、うん、ちょっとテンション上がりますよね。ショートヘアが得意なんですよね、一応この売りとしては。そうですね、あ、そうなんです。普通多くは髪の毛長い方が女性らしいと思ったりするわけじゃないですか。でもこれあのショートヘアが得意という場合に、はい、スタイルチェンジをするっていうことなんですね、はい、スタイルチェンジって結構たくさん切ったりとか、はい、パッと見で、あ、変わったねっていう、うん、その結果、ショートっていう、あ、一番わかりやすい、大きく変わりますよね。その変わるっていうことは、その人の周りも運命が変わりそう、いろいろ変わってくるって、そういうのを提供したいっていう、素敵、ところで行った結果、まあ、ショートが増えてきた、うん、で、ショート得意ですっていう、なるほど、まあ、今ね、人気がありますしね、ショートヘアは、うん、あるな、うん、昔からそれを変えることで何かを変えるっていう、そこがもう原点な、ちょっと切るだけだったらそんなに周りも、あ、まあ、変わらない。でも確かに女性って髪型と靴って私は思ってるんですよね。とかつパッと見あのどんなにおしゃれな服とか着てても髪型がボッサボサでなんか下駄とか履いてたら、そんな人いないからそれは二木しげの漫画しかできない面白いそれでもなんで本当に普通の格好でも髪型が例えばすっごい綺麗に決まっててすっごい高いピンヒールとか履いてたらいい女風に見えるんですよ。あ、そうですか。カメラでも本当に重要だと思います。うん、やっぱり美人の7割髪型とか聞いたりするし、靴ピンヒールと運動靴でだいぶ印象違いません？特に印象違うよ。でも服もそれぐらいのパワーを持ってると思うけどまあまあそうですけど。いや、あとその思うのがその今おっしゃられたことを、バンプさんがおっしゃられたことって、女性が思う自分らしさとか、あるいは自分発信と女性らしさというのと、このミンクラさんがおっしゃってるのが男性から見た女性らしさ、押し付け的な、で肉じゃがって多分まあこれ古いと思うけどね、考えるとちょっと男性から見た期待してる女性らしさの象徴だったりするじゃん、ゆるふわニットとか、そうそうそういうのでも一方でそうなんだろうな、自分が表現して自分らしく生きるとか、あるいは何だろう、自分の例えば香りとかもそうだけど、嗅がせる香りと自分が上がる香りってあるじゃん、そういう違いがありますよね、今おっしゃったことって。だから
なんだろうな、私の人生をちょっといい方向に変えてみたいっていうのの、うん、そう髪型を変えるってことですね。その部分ではっていう。そうですね。うん、それが型に当てはめるのとは期待する方ではない。そう、それってまあこれは別にバンプさんに媚びるわけではないんですけど、穴を埋めるってことになりますよね、自分で。そうですね。なる、うん。誰かに埋めてもらうんじゃなくて、うん、自分がちょっと変わることで、うん、自分に自信が持てそうですね。うん、変わると大事だ。じゃあ行き詰まってる人こそ向いてるんですね。あ、そうですね。そこで何かのきっかけだ、うん。あ、うん、じゃあ病んでる人。いいじゃないですか。待って、これ全部ね。ボタンをね、出てくれるかも。それ大事ですよ。でもね。そうですね。みんなの反応も変わるし。あれ、そういえばこの SNS でここで髪の毛切ってらした方もいましたね。いました、いました。あ、そうですね。いたんです。はい、ありがたいことに。はい、じゃあ、まあ、女らしさで悩まないっていうのは、まあ、女らしさっていうのはこうあるべきっていう型で自分をはめないっていうふうに、ことですかね。こうでない、私は女らしくないですね。5つ目がですね、また出たって言われそうなんですけれども、うん、セックスの時は相手の目を見るっていう、うん、割と別にいいですよね。スルーしていいですか。いやいや、だだスルーしましょうか。あの全部発表するのもあれだ。そうですね。え、なんでっていうね、気になると思うんで。確かにそれはちょっとスルーしておきましょうか。セックスの時は相手の目を見ると自己需要につながるっていうね。面白い。じゃあ男性がそれをしていいという、あの女性が目をそらした時は自己需要してないってことか、別の男性を想像してみたいな。そうかもしれない。それ置いといてと。はい、じゃあ6個目、自分が人から感謝されていることに気づく。感謝されてない人もいると思うんだよな。これでもね。でもコンビニで物買うだけでも感謝されてますよ。誰に？え、そのコンビニの。いや、コンビニ人が一人増えた。だからそれに給料何にも影響しないんだもん。だって社会経済には貢献してるわけ。そんなことコンビニの店員に考えてないでしょ。俺社会経済にこの人に貢献してくれてる、嬉しい、ありがとうと思わない。でもコンビニの店員さんには感謝されなくっても、はい、そのお店を持ってる多分その店長さんには感謝されてる、間接的に。いやいや、どうだろう。うちで買ってくれてありがとうって多分。いや多分名前つけてる、なんかあの、ね、唐揚げくんとか。いつも唐揚げくん買う人みたいな。まあ、ここで書いてある例が非常に説明しづらいんですよね。ああ、またセックス系だ。はい、SM の女王様っていう。はいはい、いいじゃないですか。いやー、それがですね、このSM の女王様、実は摂食障害、食べては吐く、食べては吐くみたいな、うん、でまあ、かなり自己需要ができてない心の穴がかなり大きい人だったと思うんですけれども、うん、まあ、その食べては吐くっていうその行為と、うん、まあ、SM の女王様っていう職業から、うん、まあ、とあるあの一部のマニアにはそこが非常に喜ばれるような。なるほど、はい、あ、なるほど、そプレーの中にその吐くが入ってますね。あ、はいはいはい、わかります。なので、うん、その摂食障害っていうのは相当こう自分を責めてしまう材料だと思うんですけれども、うん、そんなことでも喜んでくれる人がいると。いや、それ特殊だな。何が特殊すぎる。それは SM 上じゃなかったら誰も喜ばないじゃん。そうですよね、そうなんですよね。でもまあ極端な例ですって、さすがに面白いな、二村氏もおっしゃってます。まあ、はい、実は自分が人から感謝されてるっていうふうに気づいてくださいと。私、私、はい、なんかアルバイト先、そういえば女王様ですか、女王様やってる人がいて、なんかその人、なんか確かにそういう病気だった、摂食障害だった、この人かもしれないよって言ってた。なんか確かになんかちょっとね、なんか病んでるっぽい感じの人だったから、その人と連絡取れます？あ、そうか。そんなにこれですか？ね、ひょっとして乗ってた。知り合いですか？今すごい思い出した。そうなんですか。でも感謝されてない人もいると思うんですよね。うん、全くほとんどどこにでもいる人で、うん、全く感謝されてない。いや、じゃあ、まあ、それ以上はちょっと。なんで？でも分かんない。なんかゼロじゃないですよ。ゼロじゃない。ゼロじゃないんですよ。誰でもできることをしていて、まあ、あるいは何だろうな、働いてすらいないとか。なんか例えば2チャンネルの書き込みとかも、はいはい、なんかもうすっごい嫌な書き込みばっかりしてるような人でも、はい、例えばその嫌なやつを、はい、その
悪口ばっか言ってる変な人が叩いてくれたっつったら誰かは喜ぶとか、うん、それ続かないかもしれないよ。ゼロじゃないですね。本当？とだってそれあるじゃん、秋葉原かなんかに昔人を刺しまくった人とかさ、あと宅間守るとか言って小学校で人殺しまくった人も誰かに感謝されてるってこと？その行為じゃなくて、例えば、うん、その行為じゃなくて、うんうん、なんかうっかり、うっかり、うん、アリを踏みそうになっておーっととかやってるかもしれない。おーアリさんがありがとうってほらそれ蜘蛛の糸でしたっけ、芥川龍之介の、ね、なんか蜘蛛のこと助けて地獄に落ちたけど、なんか蜘蛛の糸ぶら下げてくれたって。いやね、違う解釈があって、また話どんどん逸れてるけどその時に蜘蛛の糸は蜘蛛を助けて、お釈迦様がなんか糸を垂らして、はい、そしたら下からいっぱい自分が神田高なんか上に登ってこうとしたら下からついてきて切られたって話あるじゃん、うんうん、あれって別の解釈では誰もが蜘蛛を助けてるんですと、神田だだけじゃなくて、だからみんな登ってきた。あ、つまり誰みんなしてることしてるだけ。そしたらじゃあみんなに一本ずつこうやって垂らしゃいいのにね。違う違う、教えなんで。あ、そっか俺だけだと思ってるなよっていう。あ、そういうことです。でもその全然犯罪が許せないですけど、うん、例えばなんか悪いことする人でもその日は悪いことするけど、うん、例えばその前で歩いてる人がハンカチを落としたとしたら、うん、もしかしたらとっさで拾ったことがあるかもしれないじゃないですか。どうかな、もしも その人はそうだと思う。いやでも 100% 感謝されないことしかしないっていうのも難しくないですか？普通例えばコンビニでなんか買うとした時に、うん、店員が思うことは、お客さんのうちの一人としか思わない。それはそうですよね。でいろんなことしてあげても感謝って結構ハードルが高いと思ってて、うん、感謝髪を多分ここですごくきれいに切っても感謝してくれる方がいっぱいいるかもしれないけど、同時にお金払ってるんだから当たり前と思う人も多いと思うので、感謝って相当ハードルが高いと思っちゃう。あ、だから多分そういう意味ではそれに、だからその小さいことにも気づけるようにしていきましょうなんじゃないですか。あ、そういう感謝、ね、うん、いや私なんか誰からも感謝されてない、されるはずがないと思ったあなた本当にそうでしょうかで終わってるので、あ、まあ、ちょっと自分で探していけよみたいなこともあると思う。だから本当にそうでしょうか。その繰り返しになっちゃいます。はい、じゃあこれいいですか。じゃあ日常的にこう接する人とか、そもそも感謝される必要もない気もするんだけどな、まあ、なんかこれ全部7つ全部 やれなくてもいいんですもんね。そう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 、まあそもそも画面図ばっか好きになってるとか言うんじゃなければそもそもやる必要ない。確かに、はい、とりあえず全部反応してるだけなんで。ありがとうございます。そうしていただかないと時間的にもあと15分、はい、はい、7個目が愛されようとすることをやめてみる。でこれもまたそういう言い方だとあれですけど、結局人から好かれるとか嫌われるとかいうことを気にしすぎるなっていう、うん、そういうことに無頓着になってみてくださいということを言ってます。そう、ね、うん、心は楽になるね、うん、まあそういうことで、またこれね8章の一番最後にですね、はい、美容区っていう美容区、あの美容区、アイスランドの歌姫、はい、はい、All is flow of love、 すべて愛に満ちているという曲があります。この本で、あ、そうそう、それですね、はい。僕が書きたかったことが20行足らずのシンプルな英語の歌で全部表現されています。すごいな、うん、美容区。そうそうそう。だなんかこれ読んでて、あ、博士もなんか美容区の。ヨガね。ジョーガだ。はい。J-O。ステート。K。イマジン。あのヨガっていう曲があって、あ、でも説明できるかな、うまく。いや、わかります。よくなんか、うん、ヘアショーとかで使ってました、はいはい、ですよね、私もヘアショーでかかってました。ヨガ、ヨガは、はい、結構人気してる、このヘアショーで。あれって運命について歌ってるんですよね。始まったことないです。アクシデント、ハプン、だからいろんなアクシデント、アクシデントという、まあ、ここでこうやって話してるのはアクシデントなんですけど、みんなにいろんなアクシデント、いろんなことが起こりますと。で、それだってみんな忘れちゃうんですよと、ね、でもこの後で例えば何かが起きた時に、例えば何だろうな、誰かと出会って結婚するとかね、例えばここで髪を切ったとしましょう、ね、バンプバイアトレーブって髪を切ったとしましょう
その後で何も起こらなければそれは忘れちゃいます。でも髪を切ったことで、誰かが「おすごい変わったね」とか言って、そこを中心にいろんなことが起こって結婚したとしましょう。そうするとここで髪を切ったために私は結婚したと考えるわけです。だから何か起こった後にいろんなアクシデントの重要な部分だけがピックアップされる。それが運命だって言ってるんですよ、あのヨガで。みんな運命、ここで髪を切っても運命だって言った人がいるとするじゃん、うん、それは違いますと、ヨガで言うにはね。それは後で結婚した時にあなたはこの出来事をピックアップしてるんですよっていうのがヨガの歌詞の内容なんです。すごくないですか。はい、そういうことを歌ってたんです。すごいびっくりしました。博士なんかそういうことを言ってらっしゃいませんか。そう、それも本に書きました。美欲すごい、後付け、そう、後付けです。日本に1回だけ切ってましたよね。アラーキーと仲が良くて、そう、はい、ではい、運命の相手はどこにいるのか。あ、それ知りたい、うん、いや、なぜあなたは恋してしまうのかって、これ第1章に戻る感じなんですけど、自己授与していない女性は恋すると辛くなるようになってます。うん、自己授与してたら恋は楽しくなるんだ。ねえ、いや、そうではないと思うんですけどね、はい、でもなんかよく言うのが、女性がなんか自分を好きになってくれる人はあんまり好きになれなくて、自分を好きになってくれない人を好きになるみたいなことを言う人多いけど、 それって多分本当になんか自分に自信がある女性だったら、自分のことを好きって言ってくれる男性のことを、あ、この人見る目あるなって多分思う気がするんですよね、うんうん、もちろん好みはあるから、自分を好きになってくれた男性を全員好きになれるわけではないんですけど、うん、ただ自分のことを好きになってくれた男性の中から選ぶっていうことが、そう思わない女性よりもやりやすくなるというか、うん、だから塚川先生も同じようになんか本かなんかで書いてるんだけど、その方が幸せって言ったら、まあそれ人それぞれだから、うん、一般化することできないんですけど、うん、その方が何だろう、自分を肯定する人生になりそうというか、自分が好きな人、うん、自分が好きになってくれる人から選んだら楽ですよね、うん、本当そう思うし、そっちの方が、でもそう、なんか自分のうまくいくとは思う。私は私が大嫌いみたいな人って、なんかこう好き好きって来られると、うん、そういう人にちょっとキモってなっちゃうとか、いや、どうかな、自信ない女性にこうおせおせでしてたら落ちたりしますよ。そうですね、まあ相手が臭くなっちゃう。芸能人とかでも急になんか、なんだろう、マネージャーと結婚するパターン、あ、そう、堀北真希もそう、うん、堀北真希は自分に自信がないかもしれないけどあのなんか自分に自信のない女性たちが言い寄られたら結婚するパターンはあると思うけど、確かに、うん、そっか、自信のない時こそ押せと思う女性が、確かに女性ってこう押せば落ちる人いて、これ男性って押せば落ちるんですか。押せばね、引くね、引いちゃう、男性はね、気持ち悪いっていうか、バンサーは押されたことあります。いや、僕どっちかというと、そうなんですか、押されて、押されて付き合う、そうなんだ、あの全然好きじゃなくても、あ、なんか金、なんか女性のグイグイ来られると、女性であるパターンに似てるかもしれないです、うんうんうん、女性よく聞くじゃないですか、最初なんとも思ってなかったけど、うんうん、ずっとアタックされた、うんうん、気になってる、それはあらゆる女性が、あ、例えば、はい、好みのタイプの女性が、あ、でもやっぱりある程度好み、あ、そうですよね、うん、じゃあ最初から好きだったってこと、その女性が一パターンでは、はい、その自分の好みの女性が思わせぶりなことをするけどそうでもないっていうの と、はい、その女性がもう分かりやすくアプローチしてくるのは分かりやすく、この後者の方がいいんですよね、ちょっと珍しいかもしれない、いやいや、よく知りたいな、それ。じゃあ今の奥様も押してきたんですか。どちらかというとそうですね。それってでもモテる人だからじゃないですか。だってもう自分から行く必要がないから、あんまりモテるから、いや、モテたとしても自分から借りたいという人いますよ。どっちかというと多分自分からの人が多いと思うんですよ、男の人は、うん、ね、バンプさんはその自分から落とすよりも言ってきてくれた人とかが好きな方が多かったからも、あ、同じ、例えばあるじゃないですか、あの最初は私自分からアプローチして向こうから来たっていうのと、最初から向こうから来るっていうパターンあるじゃないですか。あ、それはどっちなんですか。
でも最初からもこう、ああ自分は何もしてないの。いや、あのね、これね、バンプさんはね、私実はね、裏情報で聞いたことある。おい、それここで言っていいのかね。ダメ。あ、いいですよ。なんかお酒飲んでて酔っ払うと、うん、結構こうほら指が白くて長くてメガネ男子でっていう彼が、うんうん、はい、飲む酔っ払ってくると、どん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 こうなんかなんていうの、こうオラっていうか、こう喋ってすごい喋ってきてくれる。超絶で、しかもこうだんだん近づいてくる。で、最後にメガネがめんどくさくなってメガネをパッて取っちゃうらしいんですよ。そうすると女の子は勘違いしちゃうよね。いや、多分バンプさんは多分別にその誰にでも多分やってるとは思うんです、それをね。別に男に限らず。でもかといって多くのパターンはその後女性から来られたら引いちゃう。引いちゃう人が多いけど、ね。あるいはその体の関係はもっとどんどん付き合わないとかさ。そこあんまり深くは聞かないです。違う、だからその前に体の関係を持つけど付き合わないっていうパターンと、きちんと付き合ってみんなに僕たち付き合ってますっていうのと違うじゃないですか、全然。はい、違いますね。それは、言い寄られてもきちんと、まあこれあんまり言えないかもしれない。もうでもバンプさんちゃんと付き合う人ですよ。この動画向けにそうしてるんじゃないですか。なんかあれなんですよね。究極のなんか面倒くさがりっていうか、うん、じゃあ恋愛そもそも重きがないって感じですか。どちらかというとそのこう周りとかでもやっぱりこういろいろ付き合ってる人いるじゃないですか。あるあるある。それがもう面倒くさい。だから非セックス終身。そうだそうだ。だからその恋愛よりもすごく楽しいこととか生きがいとかがいっぱい昔からあった。あ、そうかもしれないです。恋愛が一番になったことないかもしれない。なるほど。それがじゃあこういう人につけないとダメだ。でもそしたら、でも多くの人はそういう人は、恋愛が二の次なんで女性はほっとかれる。ああ、るいは、はい、結婚したとしても今は違うと思うんですけど、学んだので、家庭はほっといて仕事に一本になっちゃうとか。でも確かにそういうパターンになると思います。だとしたら居心地がいいとか、僕は非セックス至上主義っていう、はい、女性が一番でない人たちがいて、それは自分から告白しても付き合えるし、そうそう、うん、自分から言ってもいいんですもんね。いいと。ただし彼が一番大事にしているものは邪魔するなって、はいはいはい、そこで本当にこう幸せになるかどうかっていうのはちょっとまた別の。でもそういう男性、バンプさんのような男性って多くはその見た目に気を使わず、なんか生きがいに集中するんで、話も女性を楽しませようとしないしっていうことになるんですけど、そうでもなさそうです。見た目じゃね、この仕事だってめちゃくちゃモテそうな仕事じゃないですか。そうそうそう、モテないわけないでしょ。いや、なぜその仕事を選んだのかが気になるわけですよ、うん、それなのにってことですよね。本当に女性に興味がないならこういう仕事は選びにくい気がして。あ、私もそう思う。まあそれは次回にしましょうか。確かにそうですね。美容師さんってなんかその自分からグイグイいかないっていう人あんまり、グイ、まあまあ上品にその相手から来るように仕向ける人もいますけど、そうですね。まあ、ただ一方でその芸術家でもあるので、ああ、そっかそっか、3パターンがあるんですよ、うん、こだわる人のジャンルが3パターンぐらいに分かれるんですよ、うん、そのどれかに当てはまる、ね、そのちなみに3パターン教えてください。あの、もう一つの技術の、うんうん、アートというか職人気質、気質、もう一つはおしゃべりが好きで、うん、女性が好きで、はい、もうバーってこうチャラい、チャラい感じ、そのままこう、持っててよう、うん、はい、いますね、はい、で、もう一つが、そのどっちにも資格って人もいますよね、対等しなくて、はい、そういう人が一番な長く残るんですけど、あ、そうなんだ、まあ、へえ、そうですね、結構長く残ってるのが、そこまで熱量なくて、まあちょっと、誰でも大体慣れる、そんなことないですね。カリスマまで行くの難しいとしてもね、はい、病学校そんなに厳しくないん でその大学も行けないし、うん、やることないし、まあ、やることないし、そういうちょっと軽い感じで入って、そうか、へー、まあ、こだわりがない方が残るんで、うん、でも極める人はまた別ですよ。あ、そうですね、そういう人たちはもうモテたい人って極めそうだし、芸術家を目指してる人もモテそうです、あの、トップ行きそうです。モテたい人ってモテの極めってことで、いやいや、あの、だからお笑いでもめちゃくちゃ面白い人って多分その2種類で、そのお笑いを極めたい人とモテたいっていう、あ、なるほど、モテたいってすごい原動力になりますね、男性にとったら、うん、めちゃくちゃなただ一方でそのなんか足を引っ張られることでもあるよね。あ、そうですね。